こんばんは、平井博明です。ちょっといい、トル君、ボディーターンとか腰切るとかって、はいはい、やっぱりどう考えたって多いじゃない、うん、多いじゃん。で、それって俺ね、全てにおいて捻転さが関係してくると思うんだよね。あ、何、そこから話は始まってると、多分だって、じゃなかったら別にそんな早く切る必要ないし、上と下の差をつけたいから捻転さを作ってグッバイしてるでしょ俺が思うに。そうだね。そうでしょ。で、捻転さってどこで作ってるかっていうのと、どうやって作ってるかっていうのが、その2つが多分すごいポイントになってくると思うんだけど、その捻転さについて聞かれます。平井博明のワンラップゴルフ。捻転さって、バックスイングで同じ色回るわけないんだから、普通に上げたって捻転さはできてるのよ。バックスイング、そう、そうやってね、足がさ、後ろ向かないじゃん。後ろ向かないって、その、うん、こうやんないと。そうそうそう、だよね。そうだから、スパイクがこの向きだったらもう捻転さは絶対できるじゃん。そうだよね、うん、でも、うん、さらに作ろうとするでしょ。で、作ったら作っただけ飛ぶと思ってるでしょ。思ってる。そう。それでうまく戻ってこれなくてミスにつながってる方が結構いらっしゃるので、ちなみに平井はここで作るんだけどね、捻転さは。ああ、そんな、ここで作ってないのよ。そうなの。うん、ここの捻転さは意味ないと思ってるから俺。それはなぜかっていうと、グーって作って、でそれを解放してインパクトに戻るとは俺は思えないの。そんな機能を平井についてないそうだったら、ここで普通に回して、こっからグングンっていく感じなのね。パンパンって。そういうこと。そう、その中にもちろんグンってなって、グンってなったらちょっと上遅れるじゃない、もちろん。で、遅れたら遅れた分こうやって戻ってくるじゃない。で、最終的にクラブは振り遅れてくださいって言ってるじゃない。そう、そことつながる。でもそれ超高度な話だから、ね、サロンだね、じゃあやっぱり。いや、高度だからサロンじゃないから別に。それあ、そっか、そ関係ないか。関係ない。そうか、難易度は関係ない。そうだから、こうクンクンって感じなのね。うん、だからもちろんバックスイングで捻転差ができてるんだから、同調したってその差はずっと埋まらないわけよ。埋めようとしたらこうやってなるから、パキュンだ、パキュン。そうだから、その捻転差をどう作るかって言ったけど、とにかくこの太ももの位置が変わんなかったら捻転差は爆発的にできるから。そうだから、ここがこうやって変わんないでできてれば、もう捻転差は終わり。そう、あとは解放の仕方なんだけど、捻転さができてて解放したらどこが動くかって、上だから。あ、そうで、捻転さができて、よしっつってこうやってやるでしょできてないん。違うから。そうだね。そうでしょ。何のために捻転さ作ってるかって、上をバンって戻すためでしょ。本当だ、上なの。あ、そうか。そう、足グインってなったらそう、グーンつってこうやるでしょ。ちっちゃい。分かった。だってさ、それ仮に捻転さができて足が回るってことは、うん、上は止まってるってことだよね。逆に。やばいでしょ。やっていい。怒られるあっちで。グッバイ。大正解だあれ。大正解。怒られる。斜めに打たないでくださいって言われる。斜め打ち禁止です。もうコースだったなってる、うん、もうキャディーさん声枯れちゃうからやばい。そう、捻転さって下を止まってて上を回してるんだから、そう、何が戻るのって上じゃないね。そうで、要は遅れを作ってるわけじゃん。遅れを作って、でここで話が一旦終わっちゃってから、よし腰切るぞっつったらもっと遅れるでしょ。だから結果は目に見えてるじゃない、うん、そうで、なんで当たんないのってハテナが出てるじゃない。それにハテナ。そうだね。そういや本当だね。分かるでしょ、トル君。いやもうね、はっきり分かるよね。そうそう、一気に分かんないよ。当たり前なの。そうなるのが、そう、当たり前なの。
そうだよね。そうだからその意識というか考えを変えなきゃいけないの、粘点差っていうものの。いやいやいや、考えるって普通さ、これだとこうやってねじったら離したらさ、そう上が戻るでしょ。そうでしょ、離して下が戻るわけないじゃないっていうかむしろ離して下だったら逆に下が逆転するじゃん。こうやって離したらさ、こうやってなるじゃん。そうでしょ、そうでしょ、本当はでしょ。誰も本当はの話してくんないそこがそもそもの理解がないと捻転差をして正しい結果が得られない雑巾そう絞ったことあんのかな。そうだよね。そう捻転差を作ってで離したらブンって戻るよね。そうでそれが捻転差を作って下からって言ったらさ、本当はこっちになるわけじゃん。そうだね。そう離したら、そう離したら上を離さないで、そう止めといたらさ、下離したらそう逆行くよね。そうそれを逆方向またその逆に動かそうとしてるから、例えばミスショット出たり体を壊しちゃったりそもそも当たんないっていう風になっちゃうのが普通。そうそこを気をつけてもらいたい。そうだね。そうだから戻る動きに対して丁寧にクラブをさばいてあげたらその捻転差の意味が出てくるわけ。ちょっとやってみようか。通常のアドレスをしてなるべく右太ももの位置を変えないバックスイングから捻転差を作って解放してあげる。そう。これはダウンスイングからフォローに反発だけで動いてるっていう意識。こうやってギューバーンっていう。そうだからなるべく腰の回転と肩の回転を同調してるっていうイメージ。そう意外とでもゴルフの不思議っていっぱいある。いっぱいある。なんでかなと思うこといっぱいある。そうだからちゃんとした理解ってすごくゴルフのスイングって大事だから、そうどうしても多分俺捻転差やりたいってトール君に言った時になんで今更って多分思ったと思う。トール君もね前もやったし。そう で,、ね、そうでも言ってないことあったと思った。思い出した思い出した。それは YouTube とか、インスタとか見てて捻転差をやってみましたとか捻転差を作るにはって言っていろいろ見た。その時にあ大事なこと言ってないなと思って、あ、じゃあ俺言おうと思ってそう差を作ってるのは上であって下ではない。そうだね、うん、だから戻るのは上です。そうだ、ね、そうで肩回転が足りない、胸の回転が足りないと俺よく言うじゃない、うん、そう上が戻んなきゃいけないのにしてないから足らないのそう、そう、それができてきたらゴルフはうまくいきます。そうで全てのことに対して言えるけど、例えば飛距離を出したいとかスイングスピードを速くしたいとか言ってるけど、したらその分遠心力がかかってクラブの圧が強くなるじゃない。したらクラブは開くし寝るし振り遅れちゃう。それを必ず全スピードに対応してないと全ての理論はうまくいかないっていうこと、これはもう絶対意識してください、うん、そうで今回ちょっとその捻転差に対してちょっと動画を撮りたいということでトルクにお願いして撮ってきました。でまあ、人それぞれその意見はあって、いや自分はその感じじゃないですよとかってもちろんあると思うんで、それはそれであのそうやって意見が言えるってことはちゃんとうまくいってたりそのイメージが湧いてるってことなんで、それはもう続けていただいて結構ですので、はい、では気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。